それくらいなら何も気にするなよ、そう言ってくれた彼は社会人5年目、僕はろくに襟も締められないまま睨み散らしてた。あの頃の僕ら、怖いものといえばあの線香と頑固な親父と、それくらいだったら退屈な日々に何かを探して、所詮お子様向けのアルコール分 3% なんぼも開けた僕ら、勢いのままに忍び込んだ真夜中、校庭や君に詰めたロケット花火みたいに飛んでいた火薬の匂い、風が吹き消して切なさを覚えた。あの美しい街を僕は離れたわけだけど、変わらないであのままの景色、人の心ももう随分と会ってないけど、どんな風に時を重ねているかな。あいつもあの子も元気でいるかな。忘れちゃいないさ、僕たちが何度も散々書いた恥も汗も化石になって風化はしないさ。もはやなんてことない、あの約束もあのままにして渡せなかった。ポケットの中に握りしめてた想いも煙と共に風が吹き消して、涙は出なかった。大人になってからの方が退屈な日々は増えた。潔く責任も経過も認めた。あいつらはかっこいいな、青さも若さも、もうここにはないけれど、ああさよなら校庭や君に連れた情熱をささぎきた日々も、あの光が消えて落ちても
また切なさを覚えた。橋田さとしです。お願いします。こんなとこの前
ありがとうございます。橋田聡です。お願いします。特に名乗れるような肩書きとかはないです。26です。先ほど来るときにイキイキうどんでご飯食べてきたんですけど、っていうのもまあ何も食べてなかったのと、なんか SNSTwitter で生き生きうどん烏丸御池なんか閉店しますみたいな見て、あそんなええとこあったんやみたいな、一回行ってみたかったなと思ってたら、2番出口から出たら結構すぐのとこにあって、パッて見つけて、あちょうどええやんと思って行ってみたんですよ。ほんだ僕が入って入ろうとした時に結構すごい勢いでチャリに乗ったおじいちゃんになりたてのおっさんぐらいの年齢の方が結構ドリフトしがちな感じでギーってきて、ちょっと怖と思って入って、でまあまあまあそのまあその常連やろみたいな感じで思って小か中か選んで、で中頼んだんですけど結構多くておにぎりも頼んじゃってて、うわこれショーでよかったなみたいな、ちょっと幸せの幸福の後悔みたいなに浸ってる時に、おいおいみたいな、パッてレジの方見たらそのおじいちゃんが結構言ってて、なんか3回ぐらい言ってて、早く会計してみたいな感じだと思うんですけど、いやそんなん店員さんも分かるじゃないですか、そんなん言わんでも。何やな、なんか柄悪いなと思って、ガラガラやったから適当に座ったんですけど、なんかよう考えたら後ろの席になんかカバンにこう置いてあったから場所取ってあった、誰か場所取ってあんやと思って、2個置いてあるからカバン、結構しかも中くらいの大きさの、まああのおっさんではないやろと思ってたら、そのおっさん後ろにバーンって座ってきて、なんかバーンって新聞広げて、うわこういうおっさんって大体行儀悪いねんな、どうしよう席変えようかな、まあええかとか思いながら食べてたら、案の定くっちゃくちゃくちゃくちゃ言って食べてるんですよ。じゃあ気持ち悪いなと思って、しかも挙句の果てには結構もう店中に広がるぐらいの音でゲッてめっちゃでかい音でゲップして、きっしょと思って、このクソじじい芝居だろうかなと思ってて、まあええかと思って、そしたらそのおっさんの方が先出たんですよ。めっちゃ食うの早いやんと思って先出て、僕5分ぐらいしてから出たんですけど、まだ店の前にいて、でなんかずっと見てるんですよ、看板を見てるんですよ。でそれこれ今5分間ずっとこれ見てたと思って、で何か開いてんのかなと思ったら、その閉店しますみたいな、すいませんけど閉店します残念ながらみたいなをずっと見てて、めっちゃ悲しんでるやんと思って、めっちゃ常連やんと思って、多分まだ見てますよあのおっさん、クソじじい、多分いい人です。全然関係ない曲やります。自由はないだけど、自由もないあのライオンは何を思う、黄
けを超えるほどの勇気もない気力もない、右の腕の方から腐ってくのが見えた。副作用も痛みもないなら毎晩欠かさずに続けます。一週間分は様子見で誤解はないでいいから、狂っちゃうよこんな檻の中じゃいつまでも使わからない、ドクターの歌唱しておくれ。腐敗し始めてる場では殴られても痛みは感じないよ、何かいい方法はないですか、できればこの心にメスを入れて生きていけるってことは夢を惑わす道具で、ここが鬼の中だときっと忘れちまうんだ。フルカットさせた脳内が体と離れ始めて、掴みかけたように見えた未来をまた遠ざかって、払い続けてる保険が適用外だったって僕の明日を保証しておくれ。僕はなくとも勝利もない明日なら、死んでるも同じで叩かれていくだけ、副作用も痛みもなっていい、誰も彼も置いていくんだ。ジェネリックはもう様子見て即効性にかけるんだ、狂っちゃうよこんな世の中じゃいつまでも繋がらない、僕を取り巻く世界がドクターと歌唱しておくれ。できるならどちらかといえばもっと最低な音
どこでありたかったな見通って見といた生きるならどちらかといえばむもの全て欲しい戻れての照らしてくれ例えばこの命に
守らない信号だ。あの青で渡れなぜ夜の街に潜む渦、その影を巻くように帰る。寒いですか皆さん、そっちは。僕は暑いです。
僕はアレルギー体質で結構今花粉症きついです。イネ科かなんかわかんないですけど、同時に猫アレルギーでもあって、動物も触れないです。好きなんですけど、ただそのなんか愛おしすぎるものは別にリスクを負ってでも触れたいというか、なんか言うじゃないですか、なんかお母さん赤子のなんちゃらみたいな言葉があるじゃないですか、目に入れても痛ないみたいな。そんな感じで僕猫アレルギーなんですけど、実家の大好きな猫とリスクを負ってまで寝ることがありましたが、そんなつもりで作ったんじゃないんですけど、もうできなくなりました。できるだけ最後の曲感情を込めないで歌います。歌い切るためにI'm gonna make you mine.
そっと撫でりゃいいだけ。ちょっとここで終わります。ありがとうございました。
紫陽花の葉が蜜を弾いて、窓ガラスには食卓のオレンジ色の電球が映ってた。してた笑っていた。紅茶の香りが部屋に充満していた。あれはアールグレイだったか。
した骨たちが私の頬を濡らす。次会える日の約束を切り出せないよ。あったらあらそれがあなたには必要でしょう。京都から花梨です。よろしくお願いします。大好きななので直球勝負でロングセットでいきますのでよろしくお願いします。
心が聞こえたら、なぜか不安になるの。内緒にしていてね、知りたくはないのよ。春一番の風に吹かれた、雨が止んだら散歩でもしようよ。私はずっとここにいるしかないのよ。あなたの悲しそうな顔が
めちゃくちゃ暑いですけど、もう一丁俺ら熱くなるんでよろしくお願いします。応援歌です。私はいつも誰に歌うの、言葉の中に何が見えるの。世界は大体最下層の時代、生活は大体才能を出たい、仕方ないから最近の私に期待、探しに行きたい、探しに行きたい。満たされないこれが30代、満たされたいこれが冗談を、名前のないこの感情の波へと、あなたがこの歌はこう、絶対
導き。ストレート今日誘ってくれて本当にありがとうございます。そう、真実のストレートってくらいから正直にライブしようと思って今日来てます。俺もね、もちろん嘘は、つきたくない、みんなも多分そうやと思うんですけど、
はい、でも多分嘘はめっちゃついてる。めっちゃ少しで多分みんなも嘘ついてて、いろんな種類の嘘があって、大切な嘘もあると思うから。でもただね、ここあのライブハウスでは、このステージの上では、あの嘘は疲れへんね。あのバレるから、ここで嘘ついたらめっちゃダサくなるから、だからここで俺絶対嘘ついたらあかんって。すごい初めて何年かして思いました。何よりもすごい正直にやろうって思います。こんな場所で正直になれたやつがかっこよくなれると思ってます。どこまでもここでかっこよくなりたいから、どこまでもここで正直にやって帰りたいです。最後ね、嘘なしで渾身の俺らの直球のね、真実のストレートやって終わるんで、今日は本当ありがとうございました。大きな声
歌おう歌おう眠れ